ルノー・エスパス・フランス車とは、フランスで生産される自動車、もしくは、フランスを本拠とするメーカーやブランドが販売する自動車のことである。シトロ・エン・リー・エス・アイ・ディ・フランス車の特徴は、往々にして奇抜にすら思えるデザインと、凝ったメカニズムにある。かつては、ブガッティやファセルのような高級車メーカーも存在したが、第二次世界大戦後にその多くが衰退、消滅し、現在は、 ルノーやプジョー、シトロエンといった小型車が中心である。フランス本国を含む西ヨーロッパにおけるフランス車の市場シェアは減少傾向にあり、2005年には23.4%であった。またフランスは農業大国であり、デコボコな農道や石畳を通る必要があったことから足回りの技術に関して他国メーカーより優れているとされる。特にプジョーとシトロエンは、 独自開発の足回りで猫足と呼ばれており、評価が高い。イギリス車やドイツ車に比べると大衆車、小型車、全輪駆動車の傾向が強く、その意味ではイタリア車や日本車に近い。ただし現在、アメリカではフランス車の正規販売が行われていない。これは1八十五年のシトロエに続き、翌々年ルノーが子会社アメリカンモーターズをクライスラーに、 売却、さらに1991年にはプジョーが相次いで北米市場から撤退したためである。しかし、フランス車の北米市場での総販売台数は日本車やドイツ車の比較にはならなかったものの、テレビドラマ、ケージコロンボの劇中に登場したプジョー403カブリオレなど、アメリカでも個性派の愛好する車としてのイメージを残していることが見受けられる。ありがとうございます。